令和6年2024年前期スタートの朝ドラ NHK 連続テレビ小説は、日本初の女性弁護士の3人のうちの1人で後に立ち上になった三淵嘉子さんの生涯をモチーフにしたストーリーです。こちらでは日本初の女性弁護士の一人である三淵嘉子さんをモデルに、激動の時代を生きる女性法律家の姿が描かれます。大正3年1914年5の寅年に猪爪家で生まれた主人公は、トラコと書いてトモコと名付けられました。女学校を卒業した昭和4年1929年、トラコは縁談を断り、日本初の女性専門に法律を教える学校に入学。昭和13年1938年、卒業生のうち3人が日本初の女性弁護士となり、トラコもその一人として注目の存在となりました。しかし戦争に突入する時代に弁護士となったトラコは、活躍の場を得られないまま終戦を迎えました。昭和20年1945年、焼け野原の中で全てを失ったトラコに残されたのは、かつて学んだ法律の知識だけでした。トラコは立ち上になると決意し、戦災孤児や戦争未亡人たちを助けるための家庭裁判所の設立に奔走しました。昭和24年1949年、さまざまな困難を乗り越え、トラコは念願の立ち上に就任。トラコとトラコを慕う仲間たちは、苦境の中から抜け出せない人々を救うために、政治の力だけでは解決できない問題に向き合うのでした。さて、主人公猪爪トラコのモデル三淵嘉子さんは、一生のうち2人と結婚しています。1人目は1941昭和16年結婚した、実家に書生として出入りしていた明治大学の先輩、和田義雄さん。2人目は956年昭和31年に結婚した、立ち上の三淵乾太郎さん。このお二人の役を務めるキャストは誰なのかい、そしてモデルとなった実在の人物のエピソードをご紹介します。虎に翼、トラコの初婚相手は佐田優さん、佐田優三、中野太が、あまちゃんにも出演していた中野太がさん。猪爪家に下宿する書生さんという役どころです。トラコのモデルとなった三淵嘉子さんが書生の方と結婚しています。虎に翼、トラコの初婚相手和田義雄エピソード。当時女性が法律を学ぶということは結婚を諦めるということを意味していたと三淵嘉子さんは記しています。卒業証明書をもらいに行った際、女性教師は彼女の進学先を聞いて卒倒せんばかりに驚き、法律を勉強なさるのですか、それはお辞めになった方がよろしいですよ、お嫁のもらい手がありませんよと言い、それでも卒業証明書をもらって家に帰ると、今度は母に、これで娘は嫁に行けなくなったと泣かれたというエピソードがあります。
ですが、三粒千代子さんは周囲の心配をよそに自宅で処世をしていた和田義雄さんと結婚しました。結婚相手は優しく、二人はとても仲が良かったそうです。彼女は後に同僚に、男の人っていざという時には育児がないのね、なかなか結婚しようって言ってくれなかったわと話していて、主導権は三粒千代子さんにあったことがうかがえます。二人は東京池袋のアパートで生活を始め、長男が生まれます。もともと体が弱く免除されていた兵役ですが、二度目の赤髪が届きます。戦争はすでに末期で、病気が完治していないことを告げることもできないまま中国へ渡ります。戦地で発病し、敗戦後に帰国する途中、船内で重傷に、福島の疎開先にいた三粒千代子さんに何の連絡もないまま長崎の陸軍病院に移され入院します。その後、三粒千代子さんの実家に届いた電報は、義雄が長崎で帰得。最初の夫は昭和21年5月に亡くなり、死に目に会うこともできなかったそうです。虎に翼、虎子の再婚相手1956、昭和31年8月、最高裁調査官であった三粒千縫太郎さん、明治39年生まれ、後浦和地裁所長、初代最高裁長官三粒忠彦さんの長男。前妻に病気で先立たれ、一男三女の子持ちでしたと再婚。三粒千代子さんやご家族との写真は、ボーリングやゴルフ場での一場面、海外旅行での記念写真などがあります。いずれも穏やかな笑顔ですが、 NHK の星光一についての説明には、温和な性格だが笑顔の奥の本心は誰にもわからない、その信念にトラコと通じ合う部分があるとあります。偉大な父を持ち、その父にも通じる妻と再婚する男性がどういう方だったのでしょうか。三粒千縫太郎さんが父親から譲り受け、夫婦で晩年を過ごした神奈川県小田原市板橋の三粒地邸、カンカン荘、破風定期で公開されています。